ケモンホームから聞いていつなん。え、これは？まあ、わたっこ多分、置き土産をしてくるでしょう。シングルマルチマルチで回す。いや、しばらくダブルシングルダブルシングルで回して、また最後ら辺でマルチやろうかな。キリン力は多分この間のキリン力だな。早起きの眠るの。ニックネームで語りかけてくれるの今日の人たちは。今の可愛いな。害悪やないかい。眠いのでそろそろ落ちます。ところで次回はいつやる予定ですか。分かんないけど、まあ、確実に言えるのは来週の日曜日の大会の時はやるかな。それまでにまあやるとしても 1,2 回かな。開き直ってるな。今のは大文字。え、何それ。あー、やばい。大文字、え、なんかこの技覚えるっけ。で、この麒麟力多分この間の麒麟力ではないな。この間の麒麟力は耐久だったから。大文字って言われたら水照らしたら切るしかないけど、切ろっか。こんばんは。まだやってますか。やってます。眠りと置き土産の日照券。ただでも次起きるから、おそらく。キリニキが殴ってくるとかそういうわけでは。あ、待って、グレンアルマってことは、あー、そうか、ナスカオってるから。なんか炎技来るのかなと思って、今のは大文字ではない。じゃあなんだ一体。大文字ではない火の子だとでも言いたいのか。いや、まだこれ頑丈まで持ってかれるのかな。まあ一発で落ちることはないから、まあこれは炎だよね、さすがに。うん、アーマーキャノンがおそらく来る。あー、まあ強いけど、うん。まあ、強いっちゃ強い。火の粉だもんな、確かに。うん、アーマーキャノンだったらね、うん、落ちてたね。落ちてはないけど。え、硬くね、絶対落ちると思って打ったんだけど。火の粉マジで。あれ、え、硬くない、え、なんか硬くない、この子。なるほど、硬いマジで。火の粉めっちゃ入ったね。なんか俺のパーティーみんななんか一発で落ちないポケモンばっかじゃん。よく見たら、土産か、君土産か。思い出したわ。舐めプされてて草。
いやーこれ動画化しよっかなー。一番迷うライン。動画化にするか迷うラインだけど、ネタとしていいよな。なんかコメントはしてくれそう、みんな草みたいな。ドラクエ知らないために、ドラクエ知らなくても多分なんかそのメラゾーマではないメラダっていう言葉自体してるでしょ多分。そうメラゾーマではないメラダ的なやつ。そうこれ大文字って名前で、ま、惑わされたわ。そうネタとしてこういうのでもいいよ、こういうのでも、こういうの全然今後進んで動画化していきます。